島根県中小企業家同友会は、会員企業で新型コロナの感染者が出た場合、迅速に消毒などの作業を行い、早急な事業再開につなげるため、コロナバスターズを要請しています。第一陣として今月11事業所の代表が講習を受け、昨日の最終講習では、防護服を脱ぎ着する際の正しい順番や消毒作業の流れなどを復習しました。最終試験には全員が合格して修了証と認定証が手渡されました。はい、ありがとうございました。引き続きですね、シミュレーションをそれぞれの企業の中でもやっていかないと、やっぱり定着はしないんじゃないかなと。同友会は来月と11月にそれぞれ50人を養成し、冬の新型コロナ流行期に備えます。